はい、皆さん、こんにちは。カンです。ということで、今日はですね、もうめちゃめちゃ今回のタワー僕調子いいんですよ。まあ、キャラがね、結構揃ってるっていうのもあるんかなと思うんですけど、まあ、今回ね、最高レート更新できそうな気がしますんでね、僕が使ってる編成っていうのをね、まあ、軽く紹介していきたいなと思います。僕のチャンネルでは、まあ、画期的かつ、まあ、強い編成とかも紹介しているので、まあ、興味のある方はぜひチャンネル登録してください。まあね、試合を見たい方はね、多分ね、下のなんか、バーみたいなやつが分けてあると思うので、そこまでバーって伸ばしてくれたらいいなと思うんですけど、まあ、ほんまに軽くだけ紹介しますね。これ、クレアコード、僕、これです。はい。まあ、これ、中野ミクはね、あんまりね、使わないんですけども、この、ルカとゲオルグ使っていきます。まあ、ルカでね、ほとんどのキャラ勝ててですね。ほんで、そのルカが勝てないね、ケンセイとか、あとは、誰やったっけな、ニオーとかね、あとは、まあ、エミリアちょっと、まあ、微妙っちゃ微妙やねんけど、まあ一応地面向こうがあったらなんとかなるキャラっていうのでゲオルグを入れてる感じで、そんで一応ミク入れてるのは多分今回の試合では使ってないんですけど、リルテッドに殺されるということでこのラケット持たせて、しかも打球後か向こうもつけることができるミクっていうのは一応入れてるけど使わないです。続いてグラスコートはこれですね。まあこれはね、もうほんまに今まで通りですよ。まあ、半年前ぐらいからこんな編成な気がするんですけど、そこまではいかないから。まあでも結構ずっとこんな編成でやってるわけです。もうめちゃめちゃキャラゲーですよね。ほんで、ジュダに関してはね、これ、レベル82なんですよ。まあ、これがね、なんでかっていうのをね、質問する方は多いんですけども、ちょっと説明してたら長くなるんでね、前にね、それについて詳しく話した動画があるんで、それを、下の概要欄に貼ってますので、そこから見ていただけたらなと思います。はい、まあ、この、編成はね、ほんまに。ちょっとね、新エレンはちょっと厳しかったりするんですけど、まあ、それ以外には、まあまあ、勝てるかなというような編成です。まあ、ラストはハードコートですね。ハードコートはね、これ前にね、アナゼ、サイリンアナゼに勝てる編成っていう感じで、まあ、紹介したと思うんですけど、編成で紹介したからどうか忘れたけど、サイリンアナゼ対策は一応、ミラ。で、まあ、ワンチャン春みたいな感じで、用意してるっていうような感じです。まあ、相手に SS を一回も打たせずに、まあ、はめるというような大作戦でございます。まあ、結構ね、勝率で、負けることも全然あるんですけども、まあ、普通に勝率、まあ、60-70%ぐらいあるので、どんどんレートは上がっていくっていう感じでね、まあ、別にありかなと思ってるっていう感じです。ということでね、今から試合を流していこうと思いますので、まあ、グラス、クレイ、ハードの順で流していきますかね。まあ、それで見ていってください。どうぞ。はい、というわけでやっていきましょう。まあ、グラスコートですね。まあ、いったらセレナ、リリカ、新エレンということですっげーキャラゲーですね。まあ、僕の編成は割と新エレンにはね、相性悪いんですけども、まあ、勝てんこともないのでね、ぜひ頑張っていただけたらなと思います。ということで、まあ、例のごとく、初手はジュダです。まあ、これでね、打ったんですけども、これでまあ、あれされました。無効化するやつ。あれ4秒間だけなんでね、もう一回ジュダのロブを打ち込んでやったんですけど、取れなかったですね。なんか割とレート高いとでもね、ジュダのロブ取られへんかったりするんですよ。あと暗闇でジュダのロブとか打ったらもうほぼ決まるっていう感じで。まあ、ジュダでロブ打ったら暗闇もかかるんですよ。ほんでそれでもう一回ロブ打ったったら決まるみたいな感じで。うん。いくらレート高くてもね、暗闇自体は結構鬱陶しかったりするんでね、結構強いですよ。暗闇で相手をいじめるのは。あれちょっとね、フォア側禁止をね、意識しすぎてバック側に普通の温座じゃない選手を決められてしまうという通行のミスをしてしまったんやけれども、まあそれは仕方ないということで。これね、全然オーバーフローじゃないのに行っちゃうっていう。まあまあ、ドリンク来てなかったらいいけど。ドリンクね、もう来てる状態にやったら打ったらすごいもったいなかったけどさ。なかったからしょうがない。まあ、打った瞬間に来たけど、ドリンク。今のはこれめちゃめちゃたまたま。でも、あそこら辺におったら、まっすぐも、飛燕も、取れるかなとは思う。うん。取らない時もあるかもやけどな。これで交代時200回も回って。いいね。これ、ラッキーなことに相手ダイレクトで帰ってきたんや。マジラッキーやった。ほんで、飛ばしすぎーと思ったら、これ決まってん、実は。相手の状況見えへんっていうな。相手どうやって失点したん？すごい気になったわ、この時。なんでは。まあ、セレナにはね、アスラもリリカもおるから結構メタれるんですね。まあ割とね、セレナ、キアラとかもおるんですけど、まあキアラ来たら結構やばいんですよ。僕的にはね、最近キアラとか見ないんで、たまに見るんですけどね、キアラとかいないし、エシリアも少ないからもうサクラ抜いたろう思って抜いてんですけど、ちょっとね、たまに当たるんですよね。だからちょっと悩んでますね。でもこの編成でまあ割とレート上がってるから、まあいいんじゃないかなとも思ってます。ということで、勝てました。
はい、続いてクレーコートですね。はい、まあ、僕が苦手としている剣聖と仁王がいます。僕が苦手としてるっていうよりかは、まあ、僕の主戦力であるルカが苦手としてるキャラですね。はい、まあ、ルカはね、空中地面向こうどちらもついていないので、まあ、結構ね、あの厳しいんですけども、まあ、初手性能だけはもう最強なんでね、見といてください。この加速、うん、これはね、なんでかわかんないですけど無反応ですかね。まあまあまあ、そういうこともありますよ。僕も結構ありますわ。でもこうやってね、もう加速強いからボレーも速い、これ相手シンプルに取られへん。もうストロークタイプやって走り遅すぎて取れないまあこんな感じで、もうね、あのどうせルカで打ってもね、2人もねルカで勝ちにくいキャラがいるのでね、もう初めからギャオルグで打っちゃおうという感じです。はい、まあね、ルカでね、まあ、ゴリ押せばね、まあ別に剣聖もワンチャンあるんですけどね、まあやっぱゲオルグの方がまだ安定はするかなっていう感じですね。なんでミクに変えたかっていうと、あれですね、交代時積んでるのがミクだけやからですね。あ、ほんで俺ミク今回のあれで使ってないって言ったけど、使ってんね。なんか、これ変えてからか。編成変えてからの試合か、これ。よいしょ。ちょ、リルテッドにね、2回やられたんですよ。なんかね、レート1800か900ぐらいの人に2回ともリルテッドで殺されてね、ほんまもうどうしたのかな、思うて、もう泣く泣くね、変えました。前までね、転生シャルを入れてたんですけど、まあ別に転生シャル使うこともあんまないので、変えたという感じですね。まあね、まあね、この、誰やったっけ、仁王に関してはゲオルグで余裕ですよ、ほんまに。時間が経てば打球効果向こうもついて、この吐き抜きも効かへんくなるし、あとはこうやって入れ歯のギミックあるし、これ強いな、ちょっとそれ取られへん入れ歯のギミックあるし、あとハイジャンちゃうわ、高バウンドスマッシュみたいなの打てるんよ。だからそれで相手瞬間移動でそれは取られへんから、もうめちゃめちゃ相性いいよね。ショードとそのハイジャンスマッシュちゃう、ハイジャンちゃうわ、超高バウンドスマッシュさえあればもう余裕で勝てるんでね。あと打球ここ向こうもつくし、マジゲオルグでメタれますよ。まあ2を強いからさっきみたいな温度とか取れないですけど、まああれ PS あれば取れるんじゃないですかね、わかんないですけどラッキーなことでアウトしましたね。これはでかかったマジで。よいしょ。でクレーナーほんまにな、極端なんですよ。なんかめっちゃ強い人と当たるか、なんか弱い人と当たるかみたいな感じだから、あんまりヘッド上がんないんですけど、僕昨日はね、昨日はあんま上がんなかったんですけど、クレーではね。けどまあまあ結構強いんで、なんかルカの動画で、まあレート2500超えの人にも勝ってるんで、あ、でもその動画めっちゃおもろいで、なんか負けそうになったらな、ムムムとかな、あとなんかマナー守ろうとかいうスタンプ打ってくんで、コメント欄見たらな、なんか同じような被害っていうか、なんか同じようなことされたって人おってさ、ほんで名前も言い合って取ったからすっごい印象に残ってたんやろな。そうね、名前とかさすがに覚えてなかったけど、聞いたらあーってなったからいや、マジでダサいと思うわ、そういう人まずそんなんさ、マナーを守ろうとかスタンプ普段使わんのにな、入れたらあかんやなあれ、これこうバウンドスマッシュボーンっていう感じ。はい、こんな感じで、相手はね、ショードも怖いし、このこうバウンドスマッシュも怖いということで勝てます。はい、続いてこれ何コートですかね、ハードコートってことですね。はい、まあカルロスはね、ハードコートにね、しばしばおるんですけども、まあそれは気にせず、まあ結構ね、カルロスはハードコートに刺さるということで持ってきてる人が結構多いんですけど、誰やったかな、モニオさんが紹介してたんやけど、それとも違う人かな、わからんけど、まあそんな感じで、まあ結構入れてる人多いみたいですね。ほんでまあ、はじめはトルチェですね。トルチェでも交代風にダメージがね、こっちの方が勝ってるんですよ。見てください、この受けるダメージも。まあ靴がね、ダメージカットの靴剥がしてるんで、まあそれでね、正味アマタってね、ダメージカットの靴剥がせれば意外と大丈夫やったりするんですよ。初手アマタなんかやばいやばい言ってたけど、だからまあ正味靴で対策すれば何の問題もないですから、うん、こうやって体力回復してくるのはダメだよせっかく俺がダメージで削ってるのにさ、そんなことせんといてくれるって感じやねんけども、結構ね、初手はボロボロなんですけどねまあこれはあんまないですよ、こんなボロボロなこと。で、あまたに SS 打たれるのか、打たれるのか、あ、スルスルスルー、あ、こういう風にかかってっからね。あー、カルロスか。まあ普通に SS 封印はしていくと。ミラの SS 封印はね、2ポイント感ですかね、これが強いっすよね、普通に。まあ、なんで多分シルビアラケット持ってないから、ミラだけで一撃ちゃうから、うん、こういうことね、ハメ倒すやつやね、これ多分。よいしょ。まあこういうね、気持ちいい勝ち方もできるから、マジでこの編成おすすめよ。ハードコートの編成ね、マジ、何、環境キャラいないよーっていう方は、これぜひと、もう使ってほしいんですね。割と勝率高いから、マジで。うん、こんな感じで、相手が SS 打とうとしたらミラだけで、まあこれ2回ね、SS 封印打てるっていう点で、俺はミラだけを採用してね。この相手にロブ打たせた方が、スマッシュでも SS 封印かけれるから、ボレー結構いってください。こんな感じで。まあジャストも出せたらベストです。
こんな感じで毎回ねジャスト出せたらねいいんですけども4連続まああの前ね誰やったっけな、誰か忘れたけど、サイリンアナゼかななんか来た時にさ、もうずーっとジャスト狙って言ってたけど、もうグッとで、5回連続グッとでさ、もうせっかく相手まだ SS 溜まってなかったのにさ、グッとしか出んくてほんま泣いたよね。ほんでまたね、SS 溜まったからもう相手も一生 SS 打てないですね。これでまあ打っちゃって、ほんでまあダメージも結構エグいっすから、これでね。あ、決まった。まあ結構この編成ありっすよ、マジで。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。まあ、今回ねグラスクレイハードと僕のね本気のタワーの編成を紹介したわけですけども、まあハードコードに関してはキャラがいなくても作れる、キャラがいなくてもっていうわけじゃないね、そこまで環境したキャラじゃなくても作れる編成ですので、まあ、よかったらそれ真似していただけたらなと思います。まあ、クレイもねルカを持っている方はぜひゲオルグを入れるという選択肢をまあ持っていただけたらなと思います。ということで、まあ、僕のチャンネルではこんな感じのためになる動画を上げてて、これからも頑張って投稿していこうと思いますので、まあ、チャンネル登録とあと応援もよろしくお願いします。ということで、またお会いしましょう。バイバイ。